イラク戦争の時に買ったコーヒーの35兆円ってどこ行ったんですか？2003年日本は空前の金額、この35兆円で米国債を買ったんですけれども、その時にはこの1990年のバブルが崩壊して、日本中がマネーストックもぐっと減って貧しくなっている時だったので、本当は海外にそういった流出をするべきではなかったんだけど、日本の公費を税金を使って米国債を買ったわけですね。で、私たちはこのロスジェネ世代っていう1992年から2005年頃に世の中に出て非正規雇用が大変多い中年世代なんですけれども、今思うんですよ、あの時この小泉竹中さんが行った経済政策によって35兆円は米国債を買い、円がドルになって世界に行ってしまったんだけれども、もしね、その時の35兆円がしっかり私たちの社会で若者の雇用を守ったり、看護婦さんを増やしたり、介護労働者の方の賃金をしっかりサポートしたりということに当てられていったら、私たちの人生がどうなってたのかなというふうに思うんですよ。で、そこで決めました。何を？はい、氷河期ネットは日本政府と、竹中平蔵さんを集団訴訟します。それってすごいいいですね。ただなんかすごい皆さんね、はい、やっぱりそういうこと大丈夫かなと思ってたけれども、やらないとしょうがないしね。そうなんだよね。氷河期ネットで最近財務省行ったりとか、ベーシックインカムを訴えたりとかしているんだけど、その時に全国の当事者の方から連絡来て、やっぱり声出していかないとダメなんじゃないですかって、訴訟しませんかってメールが来てさ、で S さんっていう方なんですけど、その後お話しして、やっぱりこういう方向で行こうかなって言ったら、意外とみんなやってみようかって話になって、そしてどうですか、このアイデア。やるべきだと思います。おー、過激ですね。スタイルも過激派っぽいですけれども、やっぱりね、みんなね、非正規雇用だったり、また普段仕事をしててなかなか顔が出せなかったり、いろんな状況の人いると思います。なので、まずは署名を集めて、このアクション一緒に参加したいという方、ロスジェネが竹中訴えるってよっていうことで、ぜひ一緒に集まっていただけたらと思います。皆さん一緒